イブラヒム・エガル・ムハンマド・ハジ・イブラヒム・エガルはソマリア、及び、ソマリーランドの政治家。ソマリランド国初代首相、ソマリア共和国首相、第2代ソマリランド共和国大統領を務めた。ソマリランド領内での内戦を終結させながらも、国際社会からの評価は得られなかった。旧イギリス領ソマリランド出身。1960年6月26日に、 独立国家ソマリランド国の首相に就任。しかし、同年7月1日に、イタリア新宅党治療ソマリアと併合され、首相職を退く。その後は、ソマリア国防大臣、文部大臣、ソマリア首相、インド駐在のソマリア大使を務めるも、反逆罪で二度、刑務所に入っている。1991年に、 ソマリア内戦が勃発すると、旧英領ソマリランドが、ソマリランド共和国の独立を宣言し、その2年後、国民和解のための大会議の指名で大統領に、就任、全国会議で大統領に再任した。任期の間は、国連や UNDP、部族の長老などの協力を得て、武器の回収を中心とした治安の回復に尽力した。2002年、南アフリカのプレトリアにある、 陸軍病院で死去。三人の息子によってベルベラに埋葬された。国葬には四千人の市民が参加したと言われている。議会は七日間、もに服すように国民に呼びかけたが、国旗はシャハーダを含んでいるため、イスラーム法により、反旗にはならなかった。公認には副大統領だったダヒルリアレカヒンが暫定大統領として権限の代行を行った。 ダヒルニアレカヒンは2003年に大統領選挙で当選している。r u l e r s o r g スラッシュソマリア ruleers.org 2020年12月10日閲覧ありがとうございます。